42東京都は日本にある私立のコンピュータプログラミングエンジニア養成機関である。42ネットワークに所属している。本校は学校教育法が定める学校には当てはまらない。本家の42はフランスにあり、イリアドの創業者であるザビエニエル、ニコラス・サディラク元ゼネラルディレクターやクワミ・ヤングナン、フロリアン・ブヒャー含む数人の協力によって設立した。 日本の42東京は dmm.com が主導し、一般社団法人42東京として設立した。入学試験は、日本の教育機関での入学試験のようなペーパーテストはなく、第一次試験としてオンラインテストを通過した後、本試験のパイシーンによって選抜される。パイシーンは4週間続く42東京の入学試験のことである。 合格基準は公表されていない。開校から1年の統計では、総応母数は14,091人、通算合格率は4.05%。本校は、生徒同士のみで教え合い、課題を解決していくスタイルの期間のため、入学試験から入学後の学びにおいて教師はいない。ありがとうございます。